はい、ヒーローインタビューです。ディフェンスがサモン選手に来てもらいました。ナイスプレーでした。ありがとうございました。はい、特に最初のインターセプト、前半、まあ、流れを変える大きなプレーになったかなと思って、スタンドもすごく盛り上がりました。あのプレーはいかがでしたか？そうですね、立ち上がりからちょっと相手のペースにのところが多くあって、まあ、オフェンスもちゃんとこう立ち段取り返してくれてはいたんですけど、やっぱどうしてもズルズルいかれてるっていうところで、なんとか流れを変えるプレーっていうのは、まあ、もちろん僕もずっと狙ってたので、そこが狙ってできたのはいいところだったかなというふうに思います。はい、今狙ってできたというのがありましたが、スタンドももうピンチになったらサモンが取ってくれるぞという期待もすごい感じていて、ね、そんな期待を背負ってプレーしてくれてますが、実際毎試合いいプレーしてくれてます。で、今回も2回目のヒーローインタビューですけど、その辺のどうですか、秘訣というかこうプレーについてはいかがですか？そうですね、まずはやっぱり、まあ、しっかり準備してるって準備ができてるっていうのはいいところかなと、まあ、フィルム見たりで、それが自分たちのアサインだったらどういう風になるかっていうところを、まあ、休日限らず平日もイメージできているのはいいところかなと、まあ、あとはやっぱり DL、LB 含めて前の方でプレッシャーかけて、でいいところに被ってくれてるフロント陣がいるので、まあ、僕が楽になってるかなっていうところはいつもお世話になってますね。はい、ありがとうございます。ディフェンス全体として今いい形になっているということで、次の試合も期待したいと思います。はい、ぜひメッセージをお願いします。はい、まあ、次も外国人のレシーバーとクォーターバックがいるいいチームなので、変わらずやることは変わらず、僕が流れを変えるプレーをしてチームの勝ちに直結するような活躍をしたいなと思うので、引き続き応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。次も流れを変えるプレー期待してます。サモン選手でした。ありがとうございました。